ありがとうございます。もう何年前かな、6年ぐらい前、一番最初、水墨画っていうので最初に、まあ、中国の方と一緒に、全部で6人かなでやってた会なんですが、まあ、もともとあの墨の研究をして、それぞれがどういう墨のありようをこれからしていくかということの研究をここのシルクランドが、立ち上げてくださいまして、それで、まあ、美術評論家であったり、そういう先生方も一緒になって、それをどう盛り上げていくかということをやっていったんですが、墨オンリーで研究をずっと続けていくことも非常に大事なんですが、もともとその中国の2人が、1人抜け2人抜けって、まあ、それぞれお忙しくなったので、できなくなって、ではあの3人日本画の顔料を使ってやってるので、まあ、シルクランドの画廊の方が、日本画の顔料でもともとの日本画の生き方をもう一度展覧会を やりませんかっていう話になりました。まあ、もともとあのこの2人は私が大学のまだ助手講師かなの時代からあの教鞭を取ってた人たちで、初期の頃、一番元気が良くて、まあ、僕にとっては非常に面倒見はいい時だったと思いますけども、一緒になって作品をずっと続けてきた思いがあります。それがまた今になって同じように、続けていって、同じ感覚で、競り合っていくっていうのは非常に私としては非常にこうドキドキする思いと、それからどう自分がこれから絵を描いていくのかとか、淡々と仕事をどういうふうにしていくのかとかいうことを、この展覧会を見る前はどういう展覧会になるのかなとか思いながら見に来たんですが、それぞれがやっぱり一つの作家としての匂いを放出しているっていうことはやっぱり素晴らしいことかなと思いながら、一向に自分自身がそれを超越できないなということの反省と、両方ですね、だから日本画の顔料がストレートに、素直にその色そのものが質に変わっていけるような表現方法であるとか、いろいろ考えた、私その試行錯誤があるんですが、最近やっぱりこうちょっと日本画の顔料から離れていったんですが、その離れた分だけ逆にその日本画の顔料をどう生かしていくかということを、やっぱりストレートに色がどう出るかとか、それからどういうふうに実感を捉えていくかとかいうことの収集をして、最もシンプルな状態で絵を描くっていうことがいかに大事か、要するに作画をしていっていろいろと試行錯誤をするよりは、そのものを見た瞬間のこう印象、感動、思いっていうものがどう伝わっていくかという最もシンプルなところに、来ているのかなって思いますね。だから、この2人の作品を見ても、技量的にも非常にこう優れた人材になってるなと思いながら、今度はそれをどういうふうに自分が主極的にシンプルな状態で絵を描けるかなということの第一歩かなというふうに思いながら見ました。まあ、作品そのものの作品が非常に、たくさん、こんなにたくさん飾ってるんだとは思いませんでしたので、私もこんなにたくさん描いたのかなと。でそれ以上にみんなが相当たくさん描いてるので、だんだんその手は遅くなるし、頭も鈍くなるし、ゆっくりゆっくり一枚ずつ仕上げていこうと思ってやったのがこんなにたくさん、僕自身が
その量が多くなったことがびっくりしました。一番左側の僕は蝶々とあの闇の中ですね、京っていう作品、ああいう表現は墨の表現の、要するに真っ黒の表現はあれ墨ですね。で墨を淡墨を徐々に7種類ぐらいの墨を重ねながらあの黒が出たんですね。だから墨色ではなくて、要はあの昔あの NHK でもやったの蘇我松柏の削り墨っていうのがありますけども、要するに墨の真っ黒っていうのは、粒子が荒ければ荒いほど黒く出るんですね。でそういう黒の色の漂白の黒ではなくて、逆にこの墨の色は薄い墨を何層も何層も重ねていくことによってどういうふうな黒のが出るかっていう試しをした。だから紙もあのちょっと水墨の紙ではなくて日本の石州紙の紙なんですけども、非常に生の紙を墨で浸透させて途中で動作を引いて、まあ、顔料をつけるためには動作を引いておかなきゃいけないので、墨を全部重ねた上で上から顔料を重ねてニカをつくように、動作を引いて、そこからもう一度、いわゆる日本画の表現の仕方をしながら薄い顔料で描いていった絵ですね。だけど自分にしてみると非常に薄い絵の具でありながら、深みのある作品がこの絵はできたかなというふうに思いました。それから、その後こっちの真正面の、水辺のこう、そよぎって書いてあるんですけど、せせらぎっていうんですけども、後で私がせせらぎっていう画題を作ったんですけども、その要するに浅い河原っていうんですかね、川の河原、それの動きを表現して最もシンプルに描いて、これが一番金作かなって思ってます。それからそちらの方にある揺らぎっていうのはやっぱりあの、湿生海、箱根の湿生海に行った時の、池の表情を、まあ、秋口なんですけども、ちょっと枯れてきた、そこにメダカがいるんですけども、まあ、こういう表現をしたのは久しぶりに素直に、なんとなく体を真っ白にした状態で、前とか下手というのって素直に描いた作品で、まあ、こういう色合いを使うのも初めてかなって思います。これはこれで私自身が非常に気に入ってる。もう一つはやっぱりこういうあの蝶々であるとか、そういうもう少しこう極彩色のあるものがこれから、ストレートに色が使えていけるといいかなというふうに思いながら、次の課題を自分で試行錯誤してできるかなというふうに思っていますので、あとは、まあ、来年再来年には、高島屋で大きな展覧会があるので、まあ、体を元気にして対策にもう一回臨みたいなというふうに思っているんですが、土地で倒れたら助けてください。まあ今のところその次の仕事を頭の中にあるので、あの元気に絵が描けると思いますから、まあ、その前の商品が少しずつこう自分で楽しく描けたなというふうに思っています。まあ、あの蝶々の作品が今回は多いですが、一番右側の蝶々は要するに空中のこう動きっていうんですかね、それ抽象形態の、空気の状態を表現したつもりなんですけども、その真ん中の蝶々のやつは、白煙って、まあ、この白い炎がバーッと上に上がっていって一緒に、まあ蝶々が天国に行くのかなと思いながら描いた作品、この2点はなんかこう不思議な蝶々の動きっていうものを意識して描きました。まあ後でまたいろんな質問があればお話をしたいと思います。
では小松さんに移ります。小松健一です。今先生からお話をさせていただいたこの補足になりますけれども、ずっとこちらでは墨の仕事で、展覧会をさせていただいてて、で今回は、まあ、墨をではなく色をということで日本画の絵の具を使って色を使ったものということで、今回、ここに出てる3枚とあとちょっと奥に小さいのが何点かありますけれど、絵の具を改めて、墨を使ってみて感じることっていうのを、墨だけの仕事の時に意識しなかったんですけれど、絵の具を使ったらより水を使うんだなっていうことをすごく意識して今回は仕事をしました。で、まあ、今までも割と粒子の粗い絵の具をある程度仕事の早い段階で形を作るのに置いたりっていう風にして、で僕の仕事は煮皮がとっても強いんですよ。削ぐ仕事っていうかある程度こう強弱の差をつけておいてそこを埋めていくっていう仕事の仕方なので、割ともう描き始め2割ぐらいの段階で結構荒っぽい絵の具っていうのを結構置いちゃうんですよね。でその時に、今まで以上に水をたくさん使ってみたらどうかなって言って、で今まで絵の具の使い勝手として使ってた水の量よりも結構今回はたくさん水を使った仕事が多いんだ。でちょっとこれは自分のことになっちゃうんですけど、これ「風の丘」っていう一応タイトルつけたんですけど、風が吹いたら終わりにしようと思ったんですよ。自分なりに絵のフィニッシュを風がふっと吹いてきたら終わりにしようって言った時に、じゃあどうやったら風が吹くかなって思って、案外これ上の方は書き出しにやった仕事だけなんですよね。であんまりこうああでもないこうでもないってこう手を入れてると案外風吹かないなと、さっとやったら吹いたなっていうので、あこれで風になるのかなと、その分他のところの強弱になるところの対比をもっとしっかり書けばもっと風が軽く吹くかなとかっていう、それもさっき話した水っていうこととすごくなんか一致するのかなと思って、で墨の仕事をずっとここ何年かこちらでも発表させていただいたことの逆に自分なりの成果として岩絵の具を使って水をよりなんか知れるようになった、水の大事さっていうのをとても感じるようになったと思います。でこっちの商品の中ではちょっと1点だけ鉄板の額を使ったものがあるんですが、これは今までもこうやった形で鉄のこれ鉄が錆びたまんまの色なんですよ。鉄を自然に放置して雨ざらしにしていくとこの色にはならなくて、もうちょっと赤っぽい赤錆になるんですよ。でこれは銅板をこう、分かりやすい例で挙げると神社の銅葺きの屋根がありますよね。あそこに腐食剤として載せる薬があるんですけど、それをこうやって塗っていくんです。だからこれ故意に人工的にこの錆色を均一につけるんです。それでお風呂場で一晩置いておくんです。そうするとじんわり湿気が入ってこうムラがあったのがじんわりなんか馴染んでくるんですよね。だからこれもさっき の, その湿気っていう水を使うっていうのと一緒で、あこういうところにも湿気っていうか水がやっぱり関わってんだなっていうのを今まで何気なくやってたんですけど、今回は割と大雨の時にこれやったらうまく均等にサビが出て、でそのままだとこれサビがこうくっついちゃうんで、一応これは逆に防水スプレーじゃないですけどもラッカーで止めてあるんです。それでちょっとしっとりした色になります。でこれはここの部分は、紙ではなくて今回は絹本で描いたやつを
自分なりに裏打ちをしてこの板に貼り直しました。まあ、すごくこれはここですごい硬いものとすごくデリケートな絹本とっていうのをうまく組み合わせてそれこそ対比ができたらなと思ったことで仕上げた作品です。はい、ありがとうございます。じゃあ藤井さん、どうしたら。本当にまさか中野先生と日本画で一緒に展覧会をさせていただくとは夢にも思ってなかったんですけど、ちょうど学生の時先生に習ってて、とても中野先生は怖い先生ですごく怖くて話もちょっと緊張してできない感じ で卒業してちょうど私が50の年にたまたま先生に個展に初めて来ていただいて、でその時にが墨との出会いで、それから5年7年ぐらい墨を勉強するようになって、今すごく自分の絵がすごい変わってきて、見方も考え方もこう取り組み方も変わってきたなと思ってて、ちょうどそのタイミングで今回難しい音色というテーマで日本画を描くことになって、すごく勉強になりました。でこちらの小玉っていう作品は実はもう十数年前にこの風景に出会ってて、スケッチも木のスケッチもしてたんですけど、当時絶対霧なんて絵に描けないと思って全然描けないでいた作品です。ただずっといつかあれが感じが描けるかな、森の気配って絵にできるのかなっていうのがテーマで、で墨をやるように描くようになって、なんかこうやっと見えないものを描く感じがつかめてきて、目に見えないものを絵にしていくっていうことにちょうど音色というテーマと重なって今回ちょっとチャレンジしてみました。で普段下地にあまり私は5分を使わないんですけど、思い切って5分を引いて完全に墨で一回描いて、それを岩絵の具で潰してまた薄墨で形を描いていくっていう、その何回か繰り返していくうちにこう見えて、一回見えなくなった霧のものがだんだんこう浮かび上がってくる感じっていうのを出しました。で最後に岩絵の具でちょっと色だけ入れてるんですけど、ほとんど墨です。で一回絵の具で描いたものをまた5分消してまた墨をのせると、下の絵の具がこう墨で洗うっていうか、墨をのせることによって下の絵の具が出てくるとか、そういうのをこうやっていきながらこの見えないものを描いていく。でその霧を描きました。でそれがきっかけで、ちょうど3日前にできたのがそちらの水面っていう絵なんですけど、これはもう完全に私は大体取材してスケッチしてそのものを風景を描いてるんですね。で実際あるものを描いてるんですけど、これに関しては全く全然自分の想像の世界で音色というテーマでじゃあ水で表現しようと思って、やっぱり岩絵の具でいきなりこうデッサンしてっていうのは無理なので、墨で水のイメージで自分のイメージだけで描きました。でその後にじゃあ今度絵の具、岩絵の具も、実際にないもの、実際見たことのないものをどれだけ自分の感覚で描けるかなと思って初めてチャレンジした作品です。で水面にしたのでなんとなくその、水の深さみたいなのは描けたけど、じゃあ水面に水の水面を表現するのにと思って最後に直前で葉っぱを入れたんですけど、それが今私の中のこう自分というか、なんかすごい象徴的なところで、やっぱりそのあまりこう深みにはまらないようにどっかで自分を止めていかなきゃいけないなと思いながら、ちょっと難しいテーマだったんですけど初めてチャレンジしました。墨の仕事をするようになって決定的に違ったのは生の紙を使うっていうところからです。今までそれこそ学生時代を含めて出品画を描いたり大作を描いている時にはほとんど動作引きの紙っていうので仕事をしてたので、
炭を先生にいろんなことでいろんなことを教えていただいた中で一番僕の中で、画期的だったのは生の紙と出会ったってことです。本当に素人のように最初はあの台湾の紙がこう巻いてあってハンコが押してあるんですけど、そのハンコのかけらが紙の端っこに点々ってつくんですよ。最初なんでこんな赤いの点々がついてるんだと思ったんですけど、それはまとまるとどこどこそうどこどこインっていうこうハンコが押してあったんですよね。そのぐらいその中国の紙も知らなかったっていうのが一番最初です。でだん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 それを知っていって紙の中で台湾の紙や中国の紙にこんなに種類があるんだと、そうすると同じように日本の中でも種類はあるんだけど、なんか日本の紙は僕これは個人的な感想ですけどすごく精製がされてる気がするんですよね。だから綺麗に塗る、綺麗に色が入る。でもちょっと中国の紙の方が本当にこれは個人的な感想ですけど同じ仕事が1回でまだらになったりムラムラになったりするから1回の仕事で要は足しちゃうんですよね。あ、一発でこんな感じになったっていうのをその抑揚や何かを一回の仕事でできるようになるっていうのが生の紙の一番の魅力だなと思って、でそれを今度絵の具を使ってやるってなった時に今回2枚だけそれはちょっと試したんですけど生の紙で描いたんですよ。それで表から描かないで裏彩色したんです、空の部分を。でぼんやり空が浮かんだらいいなっていうスタートでやったんですけど、いかんせん紙が厚くって全然色は出てきませんでした、うん、結果やっぱりもう一回動作引かないとダメだっていうことで表からの仕事になったので、うん、商品のうちの2枚はそういうことでスタートで裏彩色で、そうするとこっち側にある手前の、まあ、丘とかの場所は手前から描けばもっと距離が出るなと思ったんですけど、うん、いかんせんそれはできなかったっていう、うん、まあ、そういう点でやっぱり生の紙を扱うのにも なお難しいなっていうのが正直なところです、うん、ただ難しいからこそやりがいもあるしチャレンジのしがいもあるかなと思ってます。そういうところです、うん、私もあのまず紙が変わりました。それで水墨画の場合はいろんな紙を使うんですけど、例えばあの花の絵なんかはあれあの線紙に描いてるんですけど、もともと日本画の岩絵の具が二冠も強いので厚い雲肌増しとか白増しとかじゃないとダメだと思ってた概念が消えて、あの薄い線紙に墨で描いて、でそれを自分で裏打ちしてパネル貼りして、それからあの岩絵の具ですごく厚く見えるんですけど実はすごく薄塗りで2回くらいしか描けてないんですけど、発色がすごい綺麗だなと思って、であの風景画もそうなんですけど、とにかく岩絵の具を使う量が減りました。うん、うん、で二冠もどんどん薄くなって、うん、もうこれじゃ動くんじゃないかぐらいがすごく綺麗だなと思って、うん、もうその辺は全然変わって、もう絵の具の買う量が減りました。それが一番大きいです。